広島市は7月1日、北広島市の魅力を売り出すシティセールス事業のオープニングを飾り、北広農学校の開校式を行いました。全国の人々に北広島というものを知ってもらう。で、北広島の持っている魅力とか、それから特徴というものを知ってもらうために、まずそのクラーク博士の持っているイメージを利用しながらですね、取り組んでいくということが非常に大事だろうということで、クラーク博士をイメージできる北広農学校をキャッチコピーとして、北広島のさまざまな魅力の情報発信を進めてまいりたい。皆さんおはようございます。北広島農学校校長の上野正美でございます。市内全域が農学校でありまして、多くの方々がさまざまな場所に足を運んでいただいて、自分で研究研修をしていただくというのがこの農学校であります。それぞれの行かれた学部で自分で感じたことをレポートを出していただくことにしております。年間来年の3月まで7つの学部すべて行かれてレポートの提出をあった方には修了賞としてクラーク賞をお送りするという、そんな学校がこの学校で、あります。ですから、市民の皆さんも 市以外の方々も全て対象にしているのが北広農学校であります。この農学校に参加いただいた、そしてレポートをいただいた、このレポートをもとにさらにこの来年以降ですね、魅力のあるまちづくりの発信にしてまいりたいというふうに考えているところであります。 Be Ambitious 北広島。 Be Ambitious 北広島。 Be Ambitious 北広島。市内に住んで十数年になるんですけれども、あまり自分の地域以外は行ったことがなかったので、こういう場で、あ、なんかいろんなところにいろんなものがあるんだなっていうのが分かったので、ちょっといろいろ実際にこれから足を運んで行ってみたいなってお話聞いて思いました。そうですか。はい、そうですね。いくつか何学部っていうのがいくつかあったんですけども、はい、まあ、とりあえず、まあ、観光学部あたりでいろんなものを見たりとかして、はい、イルミネーションとかお花とか見て歩きたいなっていうことは思いました。そうですか。はい、じゃどうもありがとうございました。ありがとうございます。北広農学校は本日開校いたしました。北広島市の持つさまざまな魅力について学部や部活動に見立てて活動していくこととしています。北広島シティセールス事業への市民の皆様や北広島を愛する方々へのご協力をお願いいたします。